ビ<ズ>トヨタ自動車を世界的なブランドに育て上げた立役者で2月に97歳で亡くなった豊田章一郎名誉会長のお別れの会が24日都内のホテルで行われました式典には信仰のあった政財界関係者らや岸田総理大臣も出席し章一郎さんを偲びました 苦心した末に物が出来上がったときそれを誰かが使って喜んだり助かったりしたときこの上ない喜びと感動に包まれるだからもっと勉強し働いてもっと良いものを作ろうと思うこの言葉を胸にトヨタのものづくりと人づくりを継承していくことを誓います最後にこれまで 行進にわたり父をお支えくださった皆様に心より感謝申し上げます本当にありがとうございましたトヨタ自動車会長で長男の秋代氏は式典でこのように述べて歓喜はまりました